電子工作の部屋。キャノン EF マウントレンズマイコン制御実験その2。2022年2月先月行った EF マウントレンズマイコン制御実験の続編です。電源制御ができる手頃なモジュールを見つけたので実際に組み込んで仕上げていきます。これはマイコンによる制御テストを行っているところで、一定間隔でオンとオフを繰り返して電圧の変化を見ています。オフになるとゆっくりと電圧が下降していきます。オンになるとすぐに設定した電圧に上昇します。このモジュールはステップアップとダウンに対応しているので、電池の消耗等で低い供給電圧になったとしても消圧して設定電圧を維持してくれる優れものです。パワーグッド端子に LED をつないで電源供給状態を確認できるようにしてみましたが、暗すぎてあまり役に立っていません。こちらがそのモジュールの入っていた袋で、ポロルというメーカーの製品です。こちらは今回使用しているマイコンボードのシーデュイノです。アルデュイーノウーノ互換機で、価格が安くて赤い基板でグローブ端子も実装されているので個人的にお気に入りです。こちらはバージョン 4.2 の基板になります。このベースはアルデュイーノウーノ用のものですが、基板デザインが共通なのでそのままぴったりとはまります。前回作ったマウントアダプターは端子部分に大きく穴が開いていたので専用カバーを作りました。光の侵入を防ぐのが主な目的でしたが、配線をハンダ付けした部分に負担がかからないように保護する役割もあります。アルカスイス互換の脚部にしているので三脚等に簡単に固定できます。フランジ部分や電子接点はディルトロックスのエクステンションチューブをそのまま使用しています。カバーの内側部分にまだ光漏れがありますが、接眼部パーツをねじ込みカバーを押さえつけることで隙間を塞ぐ作戦です。ちょっと固定用ネジの位置が微妙ですが、とりあえず干渉せずに締め付けることができます。次は磁石シールドの紹介です。シールド専用のユニバーサル基板にパーツをレイアウトして配線を行っています。電源レギュレータと OLED は他で使い回せるように取り外し式としています。ポロルの電源レギュレータは非常に小さなものですが、かなり性能が良さそうです。 OLED は基板の空きスペースにうまく収まりそうだったので急遽取り付けることにしました。シールド専用のユニバーサル基板にモーター電源供給用のスクリュー端子と操作用のボタン3つを載せています。電源レギュレータの使用説明に、スパイク電流発生時の対策としてブインとグランドの間にコンデンサーをつけた方が良いと書かれていたので指示通りに搭載しました。
シールド裏面はあまり綺麗ではありませんが、配線材をハンダでつないで回路を作っています。電源レギュレータと OLED はソケットに差し込んで使用できるようにしています。あとはCDウィノにかぶせるだけで使用できる状態になります。シールド化しておくと着せ替え感覚で扱えるようになるので便利です。プログラムは INO ファイルにすべて書き込みました。簡単なことしかやっていませんが、それなりのコード量になってしまいました。特に OLED を追加してからメモリ使用量の関係からか動作が怪しくなりました。 Adafruit の SSD1306 ライブラリを以前から使用していたのでコードを流用して作ろうとしたのですが、途中からなぜか思ったように動作してくれなくなってしまいました。あるコード量を超えると正常動作しなくなるようで、その現象を理解するまでにかなりの試行錯誤が必要でした。結局は U8GLib という別のライブラリに載せ替えるという方法を取りました。現状スケッチが 40% くらいの使用率です。ちなみに Adafruit のライブラリの時は 54% を境に正常動作しなくなっていました。絞り機構が故障してしまったタムロンのニッパチ300を装着します。モーター電源は 6V をちょっと下回る電圧になっています。レギュレータの設定は 6V にしているので微妙に昇圧されることになります。マイコンを USB 接続するとレンズが反応してフォーカスリングが回っています。最小と最大にフォーカスリングを回してカウンター値を読み取ります。最小と最大が逆転している場合は NG メッセージが表示されるので、一旦マニュアルフォーカスに切り替えてフォーカスリングを大きく動かし再度オートフォーカスに戻します。こうすることでカウンターを読み取る位置が変化するので最小と最大の値が相対的に移動します。カウンター値の代償関係が正常になれば NG マークは消えます。ボタン操作でフォーカスを前後に移動します。最初は100ステップ単位で移動の指示を出しています。一番左のボタンを押すとステップ数が変更されます。カウンター値は必ずしも指定した値通りには動かないようです。100の次は10に、10の次は1に変更されます。移動量1ステップ指定だとほとんど動いているようには見えませんが、ちゃんと動いています。この微妙にフォーカスを動かす操作は天体撮影の時にかなり使えるんじゃないかと思っています。一番左のボタンを1秒以上長押しするとフォーカスリングを最小と最大に回す動作が走り、無限遠側で停止します。シールドを拡大表示してみます。 USB 接続するとマイコンの電源が投入されます。フォーカスリングが動き、カウンター値の最小と最大が取得されます。 NG マークが出ているのでフォーカスリング位置を調整します。リセットして再確認します。まだダメなようですのでもう一度。今度は NG マークが消えたのでカウンター値の代償関係が修正されました。フォーカス移動のステップ量は下から2行目の右側の数値で確認できます。
ズームリングを回すと、焦点距離の数値が変化していきます。このレンズの場合、28mm から 300mm まで変化します。レンズに書かれた焦点距離の表示と同じ数値が返ってきます。モーター電源の制御は、フォーカス操作などがきっかけでオンになり、5秒間にモーター操作がなければオフになるようにしています。一番下の表示が、モーター電源のオン・オフ状態を表します。と同時に、赤色 LED でも、その状態を確認できます。5秒以内に連続で操作すれば、オン状態は維持されます。フォーカス操作時の電流状態を確認しています。レンズを交換します。ジャンクレンズの EF ニッパチ 80mm を装着します。前回の実験の時と同じで、このレンズの場合だと、レンズからの応答メッセージが一切読み取れません。ズームを変更しても無反応です。フォーカスは動作しますが、レンズからの応答がないため、カウンター値を読み取ることができません。このため、フォーカスが物理的に突き当たって動かなくなるポイントに到達していないかを、人間が常に確認する必要があります。一番左のボタンを 2.5 秒以上長押しすると、フォーカス操作から絞り操作のモードに切り替わります。こちらのレンズは、絞り機構は無事なので、指示通りに動作します。開放から1ステップずつ変化させています。残念ながら、一般的にカメラで使用される F 値がいくつになっているのかはわかりません。一番左のボタンで絞り開放状態に戻ります。最大40ステップを上限に、絞りを変化させるようにしています。開放時以外は、結構な電流が流れてしまっているようです。絞りのステップ位置によって、かなり電流値が変化しています。絞り状態をキープするためだけに、電力を使い続けるのは無駄です。そこで、5秒後に、モーター電源がオフとなり、
無駄な電力をカットするようにしました。連続操作を行った場合、稀に電流制限に引っかかり、安全装置が働きます。安定化電源の出力を一旦オフにしてからオンしないと電力は再供給されません。ということで、一通り自分の作りたかった機能は全て実装できました。あとは実際に天体撮影で使い物になるのかを見極めないといけません。続く。